職業保険の意味。皆さんこんにちは。前回は母子保険についてお話ししました。胎児期を無事に過ごし、出生という段差を乗り越えてこの世界に生まれいで、そして無事に学齢期を過ぎた後、待ち構えているのが職業選択という段差、壁です。この職業選択という壁の存在や乗り越え方を考えるとき、忘れてはいけないのが、職業の在り方や選択はその時代にとても大きく影響されているという事実です。時代の影響を受ける職業。生まれる前の胎児期は、私たちが体内にいる母親がいつの時代の人であったとしても、それほど大きくは変化していません。そもそも胎児である期間がほぼ280日であることは、100年前も1000年前も同じです。しかし、私たちが生まれいで幼少期を経た後、社会人として生きる過程は時代に大きく影響、翻弄されます。公衆衛生学の中でも、特に職業、産業保険は、人の健康がその人の従事する職業や産業によって影響されるという認識のもとに成立しています。しかし、このような職業についての理解自体が、実はかなり最近のものです。出発点としての農業。私たち人類の歴史を見ると、有史以前は狩猟採集生活が続く中で、日本の場合は縄文時代後期に農業が始まり、その後弥生時代からは長い間稲作を中心とする農業が産業の中心でした。21世紀に生きる学生の皆さんは、農業といっても情報通信技術や農業機械を活用する農業を思い浮かべるかもしれません。しかし、20世紀初頭までの農業は、電気もラジオもない時代、経験と五感を大切に自然と向き合い、人の手を中心に、時には牛や馬など家畜の力も借りる農業でした。国民の大多数がこのような農業、または林業や漁業で生計を立てていた時代は、生きることそのものが分かちがたく農業という仕事に関連しており、農業を要因、健康または健康障害を結果として因果関係を考えたり、疾病予防をしたりする発想は確立していませんでした。他方、忘れてはならないのは、学生の皆さんも私自身も、100年以上前に遡って祖先の職業を考えると、農業である可能性が最も高いという事実です。